皆さん、こんにちは。相模女子大学附属図書館です。これから利用者サービス活用法ガイダンスを始めます。はじめに、このガイダンスの内容を説明します。まず、利用者サービスとはどんな機能か、ログイン方法などを簡単に説明します。その他、貸し出し資料の確認方法、返却期限日の更新方法、資料の予約方法、貸し出し履歴の確認方法、ILL を依頼する方法などの、皆さんがこれからよく使う機能を説明します。利用者サービスとは、ウェブ上で図書館の様々なサービスを利用できる個人専用のページです。ご自宅のパソコンやスマートフォンからもご利用いただけます。OPAC から早速ログインしてみましょう。OPAC のホーム画面の右上か中央にあるどちらかのログインボタンをクリックします。相模スタイルの ID とパスワードを入力してログインをクリックします。ログインできました。また、相模スタイルにログインしてから付属図書館のページに飛ぶ方法もあります。相模スタイルにログインすると、トップページ左側のメニュー欄に付属図書館のリンクがあります。こちらをクリックすると、ログインした状態で OPAC にアクセスすることができます。OPAC をスクロールすると、中央に利用状況の確認画面が表示されます。借りている資料、予約をしている資料など、それぞれをクリックすると、現在の利用状況が表示されます。まず、貸し出し資料の確認方法を説明します。利用状況の確認の借りている資料をクリックします。貸し出し中の資料一覧が表示されます。ここから、返却期限日やタイトルを確認できます。そして、この画面から貸し出し期間の延長の手続きができます。返却期限日の更新方法を説明します。返却期限日を更新すると、貸し出し期間を延長することができます。延長ができるのは、図書、紙芝居のみです。延長を希望する資料のタイトルを確認してから、チェックボックスにチェックを入れ、貸し出し更新ボタンをクリックします。メッセージウィンドウが出てくるので、OK をクリックします。返却期限日の更新について注意点があります。まず、更新手続きを行った日から1週間後が返却期限日となります。返却期限日から1週間後ではないので、気をつけてください。ただし、長期貸し出し対象期間に手続きを行った場合は、1週間以上延長になる場合があります。そして、返却期限日を過ぎている場合、または予約が入っている場合は更新できません。また、延長できるのは1回のみです。さらに、雑誌、CD は更新できません。以上のことに気をつけてください。次に、資料の予約方法を説明します。OPAC で探している資料が貸し出し中だった場合、所蔵一覧の一番右側にある予約ボタンをクリックします。貸し出し中の資料のみ予約をかけることができます。ログイン画面が出てきたら、ログインをしてください。依頼情報の入力画面になります。申し込み内容を確認して、資料が返却された際にお知らせが届くメールアドレスを設定します。通常は大学メールのアドレスになっていますが、携帯メールなどに変更したい場合は、携帯メールを選択してアドレスを入力してください。
入力が終わったら、申し込みボタンをクリックします。依頼内容を確認後、もう一度決定をクリックすると、予約依頼が完了します。予約した資料が返却されると、予約時に設定した連絡先にメールが届きます。メールに記載されている期日、1週間までカウンターで取り置きしていますので、受け取りに来てください。受け取りに来たときに、延滞中の貸し出し資料があるときは、予約した資料を貸し出しすることはできません。また、メールに記載されている期日を過ぎると、予約した資料は初夏に戻されますので、注意してください。次に、貸し出し履歴の確認をしてみましょう。利用者サービスにログインして、利用状況の確認の貸し出し履歴がある資料をクリックします。貸し出し履歴一覧が表示されます。最後に、ILL を依頼する方法を説明します。ILL とは何か、皆さん知っていますか？ ILL とは、インターライブラリーローン、図書館間相互貸借のことです。図書館の間で協力し合い、所蔵していない資料を貸し借りできるシステムです。文献複写と現物貸借を利用できます。文献複写は、資料の複写物、つまりコピーを取り寄せます。現物貸借は、資料の現物、つまり図書を取り寄せます。現物貸借で取り寄せた資料は、館内利用のみとなります。図書館外へ持ち出すことはできません。ILL は有料サービスです。文献複写は、複写、つまりコピー料金と送料が、現物貸借では往復の送料がそれぞれかかります。有料サービスであることを承知の上で申し込みをしてください。まず、ILL 複写依頼の方法を説明します。付属図書館に所蔵のない文献は、多機関にコピーを依頼することができます。多機関に文献複写、コピーを依頼する場合は、利用者サービスの ILL 複写依頼をクリックします。そして、依頼条件を選択します。著作権法により、図書の場合は1論文の半分までしか複写することができません。図書にある論文集などを部分的に複写したいときは、図書を選択してください。雑誌の論文は、1論文丸ごと複写ができます。雑誌に掲載されている一論文を複写したいときは、雑誌を選択してください。どちらかを選択したら、次へをクリックします。ILL 文献複写の申し込みで複写できる範囲を説明します。ILL 文献複写を申し込むときも、著作権法に従う必要があります。大学図書館では、著作権法を守りながら、調査研究がスムーズに行えるようガイドラインをまとめています。ILL 文献複写申し込みで複写できる範囲をまとめました。まず、図書は全体の半分以下に限定されます。さらに、論文集など複数の著作物を集めた図書については、個々の論文等の半分以下となります。雑誌については、最新号などを除いた発行後相当期間を経過したものは、個々の記事全部の複写が可能です。次に、依頼情報を入力します。資料の情報を正確に入力してください。論文名、資料名欄は必須入力項目なので、必ず入力しましょう。論文を特定するために、著者名、刊号、ページ、
出版年がわかる場合は、必ず間違いのないよう入力してください。誤った資料情報を入力してしまうと、違う資料が届いてしまいます。そういった場合でも、後からキャンセルすることはできません。そして、確認メールを受信するメールアドレスを設定します。通常は、相模女子大学のメールアドレスになっていますが、携帯メールなどに変更したいときは、携帯メールを選択して、アドレスを入力してください。続いて、図版などをカラーで取り寄せたい場合は、カラーコピーを希望するにチェックを入れてください。速達を希望する場合は、送付方法のプルダウンから速達を選択します。速達にすると速達料金となり、その分の追加料金が発生するので注意してください。通常の郵送で問題なければ、送付方法は空欄のままにしておいてください。入力が終わったら、申し込みをクリックします。依頼内容を確認後、決定をクリックして、依頼完了です。複写物が到着すると、依頼時に設定したメールアドレス宛てに連絡が届きます。状況によって変わりますが、だいたい3日から1週間ほど時間がかかります。メールが届いてから1週間以内にレファレンスカウンターで受け取ってください。受け取りの際にメールに記載された現金を持ってきてください。お釣りは出ないので、ぴったりの額を用意してください。こちらが多機関に依頼をかけた後にキャンセルすることはできません。依頼をして複写物が届くと、必ず料金が必要となります。依頼をするときは気をつけてください。次に、ILL 貸借依頼の方法を説明します。付属図書館に所蔵がない図書を多機関から借りることができます。ILL 貸借依頼をする際は、次のことに注意してください。まず、多機関から取り寄せた資料は、館内利用のみとなります。図書館外へ持ち出すことはできません。資料を図書館で複写することは可能です。また、指定された利用期限日を過ぎた図書を利用することはできません。そして、図書を一度も利用していない場合でも、貸借料金は発生します。多機関に依頼をした後にキャンセルすることはできません。ILL 現物貸借を依頼するときは、以上のことに気をつけてください。多機関から現物を取り寄せる場合は、利用者サービスの ILL 貸借依頼をクリックします。依頼条件選択画面で、図書が選択されています。雑誌は貸借の対象外のため、選択肢がありません。次へをクリックします。次に、依頼情報を入力します。資料の正確な情報を入力してください。アスタリスクの欄は必須入力項目なので、必ず入力しましょう。図書を特定するために、著者、出版社、出版年がわかる場合は、必ず入力してください。そして、文献複写を申し込んだときと同様に、図書が到着したときに確認メールを受信するメールアドレスを設定します。通常は相模女子大学のメールアドレスに設定されていますが、携帯メールなどに変更したいときは、携帯メールを選択してアドレスを入力してください。速達を希望する場合は、送付方法のプルダウンから速達を選択します。速達にすると速達料金となり、その分の追加料金が発生するので、注意してください。通常の郵送で問題なければ、送付方法は空欄のままにしておいてください。依頼情報の入力が終わったら、申し込みをクリックします。依頼内容を確認後、決定をクリックして、依頼完了です。
図書が到着すると、依頼時に設定したメールアドレス宛に連絡が届きます。状況によって変わりますが、だいたい3日から1週間ほど時間がかかります。メールが届いたら、1週間以内にレファレンスカウンターで受け取ってください。貸借料金は、相手間に図書を返送後にメールでお知らせします。お釣りは用意していません。必ずぴったりの額を用意してください。最後に、学内の共有パソコンからログインしている場合は、利用が終わったら、右上のメニューからログアウトをしてください。ログインしたまま席を離れると、他の人に貸し出し履歴などの個人情報を見られてしまう恐れがあります。学内の共有パソコンの席を離れるときは、必ずログアウトしてください。利用者サービスの説明は以上です。これらの機能を使って快適に図書館を利用してください。